境川は、富山県と新潟県の県境あたりを流れる二級河川で、境川水系の本流。故障は上隅。富山県下新川郡、朝日町と新潟県糸井川市にまたがる井の潟県に、源を発した太平川が、後ろ立山連峰の北端を北に流れ、中流で初雪山を源流とするネイリアを合わせる。富山県下新川郡 朝日町の太平辺りで、新潟県に都井川市の上地川を合わせ、境川となる。沿岸部では、直線的に北流し、日本海に注ぐ。日本海沿岸の主要幹線道路及び愛の風と、山鉄道線を通り、富山県側より、新潟県側に渡過すると、約 5km 先には、古来より、北陸道最大の難所とされた親淵が控えている。上流側にはアンモナイトなど、 ジュラギの化石を豊富に含むライウマ双群があり、加工で化石鳥ができる。礼儀家の公式礼に北陸道上澄、E、越中とも越後海側なり、とあり、この上澄が境川の湖名と見られている。古代北陸道ではこの河川を境にして、朝廷の終始がより東北へと向かう際には駅場に乗ることが認められており、 北陸道の中国と縁国とはかつ重要な地点であった。境川という名前は古来越中国と越後国の境界とされたことに由来する。県務2年に名古屋事件が境川を出て高専を越えて親淵に出撃したことが記されており、続く延長15年の小戸街神県有山陽城には200分境川の石とある。戦国時代には 越後川から長尾義影、長尾為景、長尾景虎の親子三代にわたり、境川で、さらに川を越えて、越中で戦闘を行うなど、同十八年とある、中世、近世を通じて、越中国東端の重要な防衛拠点とされた。戦国時代に、境関が置かれ、続く江戸時代には、この川を挟むようにして、加賀藩川と糸井川藩川に、関所が設けられた。 かつての境川には橋が架けられていなかったが、明治時代に入り、目標が仮設された。長寿年間に成立した堀川百首には、船もなくい花見た柿坂氷川、三つまさり川ひもかいわしという藤原賢気の歌が収録されており、これが境川を読んだものとされる。大江年間に成立した世阿弥の山乳は、越中境川の上流から、 越後ウェジへ越える参道を舞台とする、川口より記載、ありがとうございます。